盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは盆栽をねより美しく見せるためにはという、そういうテーマでやっていこうかなと思います。盆栽美しくしようと思ったら当然、ちょっと横盆栽ありますけどこの上のね枝に針金かけたりとか、古葉取ったりとか、いらない枝取ってねこう輪郭揃えたりとかね、そういうんで盆栽きれいにするのはもうもちろん当然なんですけども、それだけではねちょっと足りないというかね、それでも十分っちゃ十分なんですけどもう一手間かけたらねさらにこう見栄えが良くなりますよっていうのを今日説明するんですが、何をするかと言いますとこれもううちの使い古した、ちょっとパッと見汚いんですけどこれベビーオイルです。薬局とか、スーパーでもどこでも売ってると思います、ベビーオイル。でこれは食器用のスポンジ、これのそうですね、使い古したやつをうち使ってるんですけど、これにねこうベビーオイルピュッピュッと、あんまつけすぎたらべちゃべちゃになるんでね、ピュッピュッとねつけてなじまして、これで鉢をこれで磨くという、今日何が言いたいかというと鉢を磨いたら綺麗になりますよという、そういうお話なんですけど もうご存知の方はねなんやそんなことかと今突っ込まれたかもわかりませんが、知らない方は、そうなんだってなると思うんで、あとね意外なところでそのこれベビーオイルねおすすめなんですね。盆栽用のね塗る油あるんですよ。高価な、その人をその悪く言うわけじゃないんですけども、それはそれでいいと思うんですけど、結構匂いがきつくて、あと手についたらベタベタでね、なかなかちょっと苦手な、ごめんなさいその人、その会社さんごめんなさい。で それの中でこのベビーオイル、もともと赤ちゃんに使うようなオイルなんで手についても全然ね、ちょっとベタっとしますけど何ともないと、逆に手がきれいになるかもしれない、こういうのを使うの、安いしねおすすめしますという、でこちらに置いてある盆栽がまだね鉢にオイルというか油を塗ってない状態ですね。でこの鉢見ていただくとちょっと白っぽく曇ってる感じで、その石灰保護剤とか薬剤ね、やっぱ盆栽なんで散布するんで、それの色がついてたりとか、水垢だったりとか、通常の汚れですね、よくある外、もう外に置いてるんでそういう汚れがまだまだ目立ってる状態で、こちらの蓋鉢がもうすでに塗ってあります。これなんか結構さっきまではね塗る前は塗ってないのと同じように曇ってる感じだったんですけど、やっぱ塗るとねなんかこうツヤツヤっとして、この辺の古さ、鉢の古さなんかもよりこう目立つようになって、盆栽の綺麗さがやっぱり際立ってるんじゃないかなと思います。これもね塗ってますけどツヤツヤっとね、これあんまりね塗りすぎたらもうテカテカになるんで、ほどほどに、でこれ塗る時にねテカテカになりにくいっていうか、量が調整しやすいのが案外、本当さっきも言いましたが食器用のスポンジおすすめですね。雑巾とかでやるとね雑巾のね糸のカスみたいなのがねベタッとひっついたりするんで、そういう点ではスポンジとかの方が僕はおすすめしてます。じゃあ早速ねこちらの塗ってない鉢今塗っていってみますんで、どれぐらい差があるか分かればいいんですけど、差があるかちょっと見てみてください。じゃあ早速ねこちらの鉢にもこうベビーオイル塗っていってみます。こうやってねこうピュッピュッとねつけてちょっとなじませて、ちょっとやっていきます。ちょっと前失礼します。結構ね、全体に塗るは塗るんですけど、この上の縁、円というかここしっかりね塗っとかないとね結構後で目立つんですよ、汚いところはね、でこういうね、でこの足とかもね塗りにくいですけど、こういうとこもちゃんと塗った方が綺麗に見えますね、こういう裏側とかね。
これで見てもらおうかな。はい、これで正面だけですけど塗ってみました。まあ、今ちょっと塗りたてほやほやなんでちょっとベタベタっとしたツヤツヤっとした感じすごい見えますけど、やっぱこれするだけで結構綺麗に見えませんね。ちょっとこれ裏返してみます。裏塗ってないとこ、それこそあこの境目とかどうですかね、このこっちとこっちね、塗ってるとこと塗ってないとこ結構ね、こう見るとやっぱ塗ってる方が当然ですけど綺麗になって、塗らないよりかははるかにいい感じがすると思います。ちょっと裏返してね、こんな感じ、うん、ここも 今も塗っちゃいます。どんどんね綺麗になっていく感じで、はい、なんか車のワックスがけみたいですけどね、これだけしたら、まあ、木の美しさがより引き立ったのではないかなと思います。はい、まあ、この最初ねすごくこうあのなんだろう大げさに言っちゃいましたけど、まあ、木の美しさより美しくするためにはでね、まあ、答えはまあ単純に鉢を磨くだけっていう、まあ、そういう簡単な作業ではあるんですが、まあ、そんな中でもね、まあ、ベビーオイルいいですよとか、まあ、スポンジいいですよっていう、まあ、プチ情報も入ってるんで、まあ、こんなんもね真似していただいたらどうかなと思います。はい、まあ、飾り付けするみたいなね展示会とかでない時でも家でね、まあ、こんなセットなんでね簡単にちょっと塗るだけなんで、塗ってやっぱ綺麗だなみたいな感じでね眺めてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。